際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは。フランスの国際交流員イザベルです。このチャンネルではなんと初めてのフランス料理の動画です。今日作りたいのはフランスの定番のデザート、イルフルトントです。よし、じゃあ作る。イルフルトントはフランス語で浮島です。上の白い部分を島に例えたことからそう呼ばれています。クレームアングレーズというイギリス式のカスタードは牛乳、卵黄、砂糖、バニラビーンズやバニラエッセンスで作ります。島は卵白と砂糖で作って、トッピングはアーモンドです。また温度計があると便利です。キャラメルは自分で作るかスーパーで買います。今回は買ったものを使います。まずはクレームアングレーズの作り方を教えます。鍋に牛乳を入れて沸騰させずに中火で温めます。その間に卵黄と砂糖を泡立て器でよく混ぜます。温めた牛乳を加えて混ぜます。鍋にすべてを戻して8の字を描きながら弱火で温めます。70度になったら火を止め、バニラエッセンスを加えてボウルに入れます。冷めたらラップをかけて1時間以上冷蔵庫で冷やします。そして上の白い部分、島を作ります。卵白と塩少々を入れて、砂糖を少しずつ加えながらメレンゲを作ります。角が立ったら完成です。小さいカップにメレンゲを入れて、電子レンジで1個ずつ15秒温めます。メレンゲをカップから取り出し、水分を吸収させるためにキッチンペーパーに乗せます。みんなでやってみましょう。家族や友達と一緒にいろいろな形の島を作ってみるのも面白いですね。よし、おお、すごい。冷たいクリームを器に注いで島を乗せます。最後にアーモンドとキャラメルソースをかけて完成です。このデザートはフランスの子どもたちが大好きでよく食べてますので、皆さんにも今日食べてもらいます。いただきます。いただきます。おいしい。うん、甘い。おいしい。
すごい懐かしい味、日本のスーパーにないってびっくりしてて、じゃあ自分で作ろうって思いました。本当に作る時も見た目も可愛いし、すごく美味しいので、まあ、なんで早く教えてくれなかったですか。ごちそうさまでした。では次の動画もお楽しみに。バイバーイ。